こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑野正則です。今日の波動チャンネルでは波動を上げるお風呂の入り方というね、そんなお話をお伝えをしておきます。波動を上げていくのに、お風呂はすごく大事だよと話はよくお伝えはしてるんです。シャワーしてるよりかはお風呂入った方が絶対いいよというね、それだけで、いろんなことが変わってくるからというのはお伝えしてます。で、状態の悪い時には塩のお風呂、海由来の塩を手のひら一杯ぐらいね、入れて入りましょうと、そんなお話はしてるんですが、もっと波動を上げていく入り方があるんですよね。で、僕は状態が悪くない、いつもやってるわけじゃないんですけど、状態がちょっと悪くなってるなとか、浄化をもっとしたいなと思うときはそのやり方をするので、そのやり方を今日はねシェアさせていただきます。ぜひやってみてください。で、この動画では波動というものを使って願望実現をしたり、幸せに豊かに生きたり、人生、自分らしい人生を実現したりといったコツをお伝えをしております。で、お伝えしている内容は僕がこれまでの14年以上にわたるセミナー経験、セッション経験、そして、波動を使った企業のコンサルティングなどでクライアントに実際に効果のあったものを お伝えをしております。よろしければチャンネル登録いただければと思います。で、波動についてはですね、こちらの2冊の本にも書いてます。こちら、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるは、波動の基本的な教科書になる本を書いてくださいという出版社からの依頼で書かせていただいた本です。で、こちらは波動とお金のお話を書いてます。で、両方切り口変えてますので、よろしければご覧いただければと思います。はい。で、今日のお話、波動を上げるお風呂の入り方ね、波動を上げるお風呂の入り方ですが、何かというとね、温冷浴っていうものがあるんですよね。温冷浴という入り方で、これ、例えば浄化されます。エネルギーのね、浄化をされたりが進んだりとか、寝つきが良くなったりとか、あと女性の場合は冷え性が改善されたりとか、あとね、自律神経が整ったりね、だからなんか体の調子悪い時や体の調子悪い時もされると、まあ体力ない時はちょっとやめた方がいいんですけどね、なんか最近だるいなとか、そういう時されてもいいですし、あとね、自律神経が整ってなかったりとか、寝つきが悪いとか、まあそういう時にされるといいですよね。で、やり方なんですが、何をするかというと、まずお風呂で温まりますよね。温まったら一回出て、水を出します。これ僕がやってるやり方は公式なやり方があるかどうかちょっとわからないんです。温冷浴で調べてみてください。で、僕がやってるやり方をお伝えしますが、それは公式のやり方かどうかちょっとわからないので、ね、僕が効果があるかやってる話ですので、ちょっと心配な人は調べられると、いろんな情報も出てくると思います。で、やってるのは、温まります。で、出て、手先だけでもいいので、水のシャワーで、冷やすんです。水のシャワーで冷やす。で、僕は肩からも全部冷やしてるんですけど、それやるとね、すごい寒かったりしますので、手先だけでも大丈夫です。慣れてない方はね、特に、高齢の方なんかはもう心臓びっくりしますので、手先、足先だけでいいので、水で1分ぐらい冷やします。で、また、お風呂入って、5分ぐらい温まって、また出て、冷やします。これを3セットから5セットぐらいして、最後、冷やして上がるんです。最後冷やして上がると、内側からね、ポカポカしてきますから。これ血流がすごく上がるんですよね。血流が上がって、全身にね、血液が行き渡って、内側からポカポカしてきます。手先も足先も。あと、すごく汗が出て浄化もされますしね。あとね、血流が上がるので、老廃物も排出されるんですよね。だから最近足だるいなって時とかはね、乳酸が溜まってたりするので、で、そんなんで老廃物をいっぱい流してあげると、疲れから早く回復したりね、そういうこともあります。あと、これ先なぜ自律神経や寝つきが悪い人にいいって言ったかっていうとね、寝つきが悪い人っていうのは、寝るときに交感神経が優位になって、この交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいってなかったりするんですよね。で、寝てるときにもいろんな考え事をしてしまうのは交感神経優位だからなんです。
で、この切り替えがうまくいってないからそういうことになるんですけど、温めると副交感神経優位になって、冷やすと交感神経優位になります。これを短い時間で何回も切り替えることで、副交感神経に切り替わりやすくなるのでね、なのでスーッと寝つけるようになったりします。あと自律神経、もこれで整ったりするとも言われているので、この温冷浴ね、これをぜひやってみられるといいかなと思います。邪気も浄化されますし、疲れも取れますし、冷え性もね、良くなったりしますしね、寝つきも良くなったら、本当ね、いいことだらけなんです。いいことだらけ。まあ僕いつもやってるわけではないですが、ちょっと疲れてるなって思った時とか、にはしてますね。そうすると結構すっきりしますのでね。で、入ってる間すごくね、体も温まって汗もたくさん出てね、邪気も浄化される。さっきなんかサウナで整うっていうのがあってね、サウナ入って水風呂入って、サウナ入って水風呂入って、最後水風呂で、出るというね、整うっていうんですけど、まあそれをお風呂で家でやれるバージョンだと思っていただいても結構です。ぜひ、波動を上げるお風呂の入り方ですよね。これぜひしてみられるといいかなと思います。ただ冷たい水浴びるときは十分ね、気をつけてください。まずは手先から、いくら肩からかけたいと思っても、それでもまずは心臓から遠いところからやられるといいかなと。僕は冬にね、水行したりとか滝行したりとかする人間なので慣れてるんですけど、なかなかいきなり冷たいものっていうのは心臓びっくりして、それはなかなか慣れてる方いらっしゃらないので、ぜひそこは注意してください。で、正式なやり方多分あると思うので、温冷浴って調べてみられるといろんな情報があるかと思いますので、ぜひ調べてみて、取り入れられるといいかなと思います。ね、今日のお話は波動を上げるお風呂の入り方というね、そんなお話をお伝えさせていただきました。で、動画ではこういった情報をお伝えしてますが、LINE とメルマガでは日々、ウィークデーですが、毎日メッセージをお送りしています。願望実現のことや、暦のことや、メンタルのことや、波動のこと、そんなメッセージをお送りして、参考になると思いますので、もしよろしければ、LINE、メルマガの方にもご登録ください。登録先は概要欄に貼り付けておきますのでね、ぜひ、登録してみてください。そして今日のこの動画の内容が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいれば、ぜひ、お友達に教えてあげてください。それではいつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。